朝鮮語の方言では朝鮮語における方言について、概観する。朝鮮語の方言は、お人、文法、語彙の面からいくつかの区画に区分される。方言区画は研究者の間で、若干の見解差があり必ずしも一致しないが、多くの場合以下の6つの方言を区分する。各方言の名称は、方言研究会2001に居する。西北方言、旧平安道地域を中心とした方言。 平安道方言とも呼ばれる、北朝鮮の朝鮮語である、文化語の土台でもある、公海道地域の北部あるいは全部をこの、方言区域に含める研究者もある、東北方言、旧環境道地域を中心とした方言、環境道方言とも呼ばれる、旧平安北道の東北部を含める場合が多い、通常は、環境南道南部を除くが、旧環境南道南部付近の扱いは研究者により、 異なりうる。環境北道最北部の海名市、穏やか上群、小上群、喜び玄群などの方言は、六鎮方言と呼ばれ、東北方言から区分する研究者もある。中部方言、京畿道、高海道、関温度、中西道地域を中心とした諸方言。標準語の土台となっている、ソウル方言もここに属する、旧栄光群以南の環境南道地域を含むことが、 多い、航海道の北部あるいは全部は、西北方言とする研究者もある。また、関温度の日本海沿岸地域の方言を、中部方言から区分する場合がある。西南方言、全羅道地域を中心とした方言。全羅道方言、湖南方言とも呼ばれる。海方言は、北部西南方言、南部西南方言と呼ばれる。東南方言、京商道地域を中心とした方言。 軽症道方言、例南方こととも呼ばれる。海方言は、北部東南方言、南部東南方言と呼ばれる。チェジュ方言、チェジュ島及びそれに付属する当初の方言。随一、小倉新平の方言区画小倉に居一、平安道方言に、環境道方言三、景気道方言四、全田道方言五、軽症道方言六、チェジュ島方言。 図に、理数年の方言区画理数年に一挙一、平安道方言二、環境道方言三、中部方言四、全羅道方言五、継承道方言六、芝樹道方言朝鮮語の方言区画は理滑路に始まると言われる。理滑路は朝鮮語の方言を五つに区分しているという。ここでは、芝樹島の方言についての言及がないが、半島部の方言を中部、西北部、東北部、 西南部、東南部の5つに区分する方法は、この時期からすでに見られる。チェジュ島の方言を含めた朝鮮語の方言全体の体系的な区分法は、小倉新平によってなされた。小倉新平は朝鮮語の方言を、平安道方言、環境道方言、景気道方言、全羅道方言、継承道方言、チェジュ島方言の6つに区分した。また河野六郎は、 小倉新兵の区分法を基本的に踏襲して、西新方言、北線方言、中西方言、南線方言、チェジュ島方言の5つを区分している。大韓民国における区分法を見る。理数名は、平安道方言、環境道方言、全羅道方言、継承道方言、チェジュ島方言、中部方言の6つを区分する。区画は、小倉新兵の区分法と同様であるが、 それぞれの区画の範囲は、小倉のものと必ずしも一致しない。方言学辞典の区分は、小倉新兵、李数名の区分を踏襲している。西北方言については、旧厚政軍を含めつつも、旧厚政軍と旧陽徳軍は、東北方言の影響が強いとしている。中部方言については、公海道西燃軍以南とし、公海道北部を含めていない。同時に、 中西北道丹陽軍と四道郡軍は、東南方言の強い影響下にあるとしているを結ぶ、線を境界として、朝鮮後の方言を北部方言軍と南部方言軍に大きく二分し、前者には平安道、環境道、公海道、景気道、中西道北部、高領以南の霊東地域を除く関本土の諸方ことを属させ、後者には中西道南部、 漢門度考慮以南の霊東地域、全羅道、継承道、チェジュ島の諸方言を属させた、朝鮮民主主義人民共和国における区分法を見る。近比のい A きの区分法は朝鮮語の方言を東部方言と西部方言に二分した上で、さらに東部方言を東北方言と東南方言の二つに改区分し、西部方言を西北方言、中部方言、西南方言。 チェジュ島方言の四つに解区分している。六つに区分する方法は、小倉新兵の区分法と同じであるが、航海道の方言は、平安道の方言と合わせて、西北方言としている。キムソン軍の区分法では、西北、東北、中部、西南、東南、チェッジュ、六鎮の七区画を認めている。六鎮方言を東北方言から積極的に区分しているのが、特徴である。 また、公海道地域の方言全体を中部方言とすることに意義を唱えており、公海北道地域を西北方言と見ることに妥当性を見出している。このように、現在の南北朝鮮における方言学ではいくつかの方言区画が提唱されているが、それらは小倉新平の提示した六区画の区分法から大きく離れるものでなく、 大筋において、小倉新兵の区分法が元になっていると見て良いだろう。方言研究会参照、関西方言、関北方こと、中部方言、湖南方言、例南方言、霊南方言、方言研究会による。例えば、サリーン以北の公海道地域を平安道方言とし、旧平安北道地上群と高城群以北の関本道環境道方言に含めるなど、ありがとうございます。